はい、こんにちは。まひまひぶんぶんのたくさんのお母さんです。今日は9月の26日、前に言ってた大学病院の婦人科の診察の日でした。エコーも取って内診もして、有診もしてくださって、結果子宮内膜症があったであろうっていう確認が取れた。上のお兄ちゃんを出産してから、下のお姉ちゃんを出産するまでの間、25歳の時か、実は左附属起炎って言って、子宮からこう卵巣にかけてのこの間の附属器っていう部分が炎症を起こしてしまって、特に手術をすることなく治療入院をしてた過去があるんですけど、その左側の附属器あたりに子宮内膜症が起こっていたっていう跡が確かに認められますっていう、今日の診察の内容の結果でした。そもそもその婦人科を受診することになった原因はですね、その子宮内膜症の痛みの中に排便痛っていうのがあるんですけど、その排便痛は月経のこの出血がある時に排便痛っていうのが起こるっていうのが、その子宮内膜症の症状の一つなんですけど、閉経とともに子宮内膜症の痛みもだんだん消えていくっていうことで、閉経に近づいてきたなっていうのがここ50歳になってからなんですけど、そのやっぱりね、ある月とない月とあって、でない月になぜか排便痛みたいな痛みが起こるようになって、逆に月経の出血がある時には排便痛がないっていう不思議な症状が続いてまして、その月経がない時のその排便痛はものすごい激痛で、起き上がれなくなるほど痛くて、30分ぐらい続いた後に後を引くかのように3時間ぐらい痛みが残るっていうのを、その月経がない月に起こるっていうのがあってて、それがなぜかっていうことを知りたくて大学病院の婦人科を受診するに至ったんですけど、で今日の診察で今起こってるその痛みは子宮内膜症の痛みではもうない、子宮内膜症自体はさっきも言った通り確かに子宮内膜症があったっていう痕跡があるっていうことで、だんだんその内膜症自体もなくなってきている状態でして、排便痛もそのだんだん消えてきて、当然生理痛もあんなにひどかった生理痛は無痛ですっごい量の出血をしてたんですけど、出血もものすごい減ってきてて、排便痛が今現在起こっているっていうのは子宮内膜症が原因ではないっていうことになって、で考えられることとしたら、その卵胞ホルモン、女性ホルモンなんですけど、そのホルモンが減少したことによって痛みを引き起こしている座骨底筋っていうか、子宮の下のこの座骨の下の筋肉に痛みに起こる人がたまにいるらしくって、で治療としては外からホルモンを、女性ホルモンを入れるっていう治療があって、3つ大きく分けて3つ、お口から飲む錠剤を飲む方法と、
体のどこかにテープを貼って女性ホルモンを浸透していくっていうやり方、この2つは全身をお薬が巡るので全身の痛みを和らげてくれるそうですが、私にはちょっと合ってないっていうことで、もう一つ残ってるのは直接自分の体の中に自分で女性ホルモンを入れるっていう方法をしていきましょうかっていうことで、お薬の名前がフォーリンVっていうんですけど、まだ手に取ってないのでどんなのかわからないんですけど、それを自分の体の中に1日1回入れるっていう治療をしていくことになりました。排便痛が起こった時にお薬を入れてみてくださいっていうことでした。次の受診が1ヶ月後になってるんですけど、それまでに痛みがない場合はお薬は入れなくてもいいと。で、お薬を入れなかったらまた予約の日を変更するっていう受診の仕方を取るようにしてくださいました。なんか説明がすごく難しくて、どういうふうに伝えればいいのかわからないんですけど、10年前にわざわざお腹を開いて調べてしなくても10年経った今、確かに子宮内膜症があったっていうことが確認取れたので、ひとまず10年間ね、痛みを我慢してよかったかなと。もともとそのものすごいひどい生理痛で、よく生理休暇も取ってましたし、出血も多くて大変でしたけど、やっと閉経とともにその痛みからも解放されると思ったら、次は月経がない月に限って排便痛が、より今までより痛い排便痛が襲ってくるという、これも女性ホルモンの乱れからということなんでしょうね。いろんな病気があるので、その何が更年期障害で何が病気の痛みでとかも全くわからない状態になってはいるんですけど、自分なりの治療の仕方でこれからも進んでいきたいと思います。たくさんのこともありますので、わからないことはどんどん解明していって、治療できることがあれば治療して続けていきたいと思います。では大学病院婦人科の受診内容の報告でした。今日はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。